はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ジェノサイドキングサーモンです。さあ本日なんですが、皆さん診断で実装された最強カードインフェルノクイーンサーモンはご存知でしょうか？ご存知ねえよみたいな人もいるかもしれないですけども、この謎の鮭ね、これね結構強いんですよ実は。これどういうことか持ってるかっていうと、レベル5のねモンスターで、この方が召喚特殊召喚に成功すると、手札デッキ墓地から逆らわずくの通常モンスター1体を選んで特殊召喚するっていう、ご主人を呼んでくるというね効果を持っております。で一応ランク5とかね、普通にリンクとかできるんですけども、この効果使って、あちなみに破壊されると自分のフィールド上に卵を産むっていう謎の、卵を好きなだけ産むっていう謎の効果を持ってます。はい、結構強い。でインフェルノクイーンサーモンをアドバンス召喚していく今回はデッキになってまして、まあちょっと出し方いろいろあるんでね、まあちょっと今回はサーモン手っていうデッキにしてきました。これなんでかっていうと、これ2400っていうステータスで、ミカドステータスになってるんですね。ミカドステータスのモンスターって天帝 ITL からリキュールできるんですよ。これデッキから、攻撃力が2400以上で守備力が1000のモンスター特殊化できるっていう効果があって、これで特殊化してくると効果起動できるということで、こいつを召喚するとなんとモンスターが3体並ぶっていう謎のコンボがあるんですね。でさらにアドバンス召喚してあるので、モンスターが、結構その新帝王領域であるとか、帝王の領域っていう帝王流圧倒的対話拒否カード、これを使えるということで、今回は相手のエクストラデッキを完全ロックしながら、インフェルノクイーンサーモンとジェノサイドキングサーモンと相手でビートする、そういうね5ミリなデッキでやっていきたいなというふうに思ってます。で先行取る感じでデッキ組んでますんで、後攻はプレミ、はい後攻は完全なるプレミということでいきたいと思います。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。はい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 、はい、シャケちゃん来ましたねシャケちゃん来ましたね。とりあえず半身の帝王からかな。半身の帝王、これ普通にこれ切れるんで強いですね、ハンド的には。あ、なんかあるね。あー、まあ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 、いいでしょう。言うてね、動けますよこれ動けます動けます全然。言うてかなり裏の重いんですけどね、このデッキ。まあ、とりあえずちょっと深淵打ちまして、ジェノサイドキングサーモンを相手に自慢して、ジェノサイドキングサーモンを相手に自慢してからの、これちょっとサーチの方入れますか、次のターンのこと考えてます。で自分の墓地の半身の帝王の効果発動する、先こっちか、深淵の帝王の効果発動する、帝王の、深淵もゲームから除外して自分をモンスターとして特殊召喚する。なんかあるな。あー、お前強くねえかハンド。でもうらら増人打たれてもそんなに効かないの強いよねこのデッキなんか言うて今のハンド的にはこれうらら増人打たれましたけど、あんまりきつくないっすぶっちゃけで、半身の帝王の、効果発動して、ゲームから除外するとデッキから、帝王のマジックトラップカードを相手に3枚自慢して、その中から1枚か、1枚手札に加えていく。で新帝王領域を手札に加えていく。これエクストラがないと相手のエクストラデッキからモンスターも一切特殊ができないっていうやばいからね。で帝王の海岸発動で、新帝王領域発動、そして満を持して現れろ、いけジェノサイドキングサーモンだぜ。あまりにも意味不明。相手へ両手札に加えて、そして帝王の妖撃をセット。これでエンドですね。今どういう状況になってるかっていうと、ジェノサイドキングサーモンアドバンス召喚してあるんで、新帝王領域の効果発動してて、相手はエクストラ撃から一切モンスターが、特殊召喚できないっていう状態ですね。で帝王の溶液っていうカードをセットしてあるんですけど、これを表にすると、アドバンス召喚したモンスター以外のモンスターの方が全部無効になります。はい、なんでやっぱスキドレ、スキドレプラスドラゴンバスターブレードみたいな感じですで盤面には史上最強モンスタージェノサイドキングサーモンね。余計な効果発動せんとこ、余計な効果発動して、まあ、もしねなんか例えばハウフニスとかいた場合ね、なんかハートベースが持ってこられたりとかして、なんかバウンスされとかあるんですよね。魔法トラップカード、魔法トラップカードなくなると結構展開できちゃうんで、まあ相手ターンだったらまあ多分大丈夫だろうっていうところありますので、まあ、とりあえず一旦新帝王領域の効果を発動して、
アイテールの、レベルを下げまして、で進撃の帝王で対象を取れなくして効果で破壊されなくした後に、アイテール召喚ですね、アドバンス召喚したモンスター1体リリースが、あ、下げる人になったらもんで、天帝アイテールを召喚、天帝アイテールの効果をチェーン1で発動、さらに海岸の効果チェーン2で発動、これでまた、上級モンスターを持ってこれるぜ。こっちいいか、ジェノサムキングサーモン持ってこよう。シャケを手札に加えていくぜ。そして天帝アイテールの効果によって自分の墓地に帝王マジックトラップカードを2枚墓地に送り、現れろデッキよりイーベルのクリンサーモン、特殊召喚成功時効果発動。あ、無限法要か、やるな無限法要。あ、ちょっと縦列無効になっちゃったんで、妖撃は今無効らしいですね。いいでしょう。インフェルノクイーンサーモンの効果無効させてしまった、まずいな。いや、これインフェルノクイーンサーモンじゃなかったら持ってくんの、これ持ってくんのインフェルノクイーンサーモンじゃなかったわ。まあいいや、帝王半死の帝王の効果発動するぜ。そして、このカードをゲームから除外し、また、相手に帝王の魔法トラップカードを自慢して1枚加えるぜ。はいはいはいと OK。 連撃が一番いいかな一応。ああ、いいじゃん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 。でバトルフェーズ入りましょうか。まあ、今ね、あの天帝アイテールの効果は一切効果違う。天帝、あ、やばい、シャドウドラゴンなんこれ。リバース、相手フィールド上のカードの対象にとってそのカード持ち主の手札にも、あんま関係ねえな、あんま関係ない、何もな、手があったらいいわ、デッキじゃなきゃいいや。てかあれか、一応これ後で発動してもらったか。じゃあ、なるほど。でぶん殴っていく。アイテール対象に取れないんで今、はい、実はね、対象取れず効果打開されないっていう効果があるんで、一応無限砲撃打てないっていうことだけ言ってきますね。で、セットして、ちょ、マジで持ってくるカード、ジェノサイドキングサーモンじゃなかった本当に。なんで俺これサーモン2匹いるんだ。ちょっと鮭入荷しすぎだわ、ちょっと鮭こんなにない。入荷するので1匹ぐらいでいいんだよね、マジで正直。あ、ペルレイノか、まあ、G いいよ全然ペルレイノは。ペルレイノでもあれか、落ちるとやばいのか、石津が。石津落ちてないから今関係ないけど、あんまり関係ない。新帝王領域叩き割られるパターンがあるんでね。で、命令効果は、妖撃の効果で当たり前に無効にしていく。妖撃効果、アドバンス召喚したモンスター以外の、モンスターの方が無効になるので、メイルの方も無効。あ、ちなみにあれがもしサリークだった場合、後ろのカードが。天帝アイテール対象取れないんで、サリーク結局打ったところで墓地送れないんですよね、メイルを。はい、まあ、墓地メイル送ったところで融合できないけど、新帝王領域あるから。メイルが終了前、いいでしょう。さあ、とりあえず神言の帝王の効果により、神言の帝王をゲームから除外し、いや、これマジであったな。これ、本当に、インフェルノクイーンサーモンをサーチしてきたこと後悔してる。で、連撃の帝王を発動。連撃の帝王の効果により、神言の帝王をリリース。現れよ！インフェルノクイーンサーモン！インフェルノクイーンサーモンのモンスター効果。こっちが先。インフェルノクイーンサーモンと、帝王の海岸の効果により、サーモンの効果によってサーモンをリクルート。サーモンは分裂するぜ。そして、海岸の効果により、これ一回やろうぜ、いっか。さあ、かかってこいよ。何この盤面。何この盤面。強いんだよね。結構実は、これ皆さんバカにしてるかもしれないけど、めっちゃ強いので。さあ、エレボスで、インフェルノクイーンサーモンリリースして、だからインフェルノクイーンサーモンじゃなくて、これあれか、ジェノサイドキングサーモンが良かったか。アドバンス召喚してるわ、インフェルノクイーンサーモン。帝王の海岸の効果、もう一回天帝アイテム持ってくる。で、エレボス効果、エレボスイング効果、クライム。つえやるな、やりやがるぜ。シェイレーンか、なるほど。で、海岸が、あ、有効なんねんだこれ、なるほど。やるじゃないかお前、許さないからな、マジで。いけ、シャケ、おら、
あ、てか相手で殴った方が打点だけか、ちょっと間違えた。これでメイン2でこれでエンドなの。ちょっと待って、ごめん、手を回しないじゃなくて、いろいろ細かいプレミいっぱいあるけどごめんね。まあでも、まあ、ほぼ勝ちだからいいっしょ。さすがにこんだけ魔法トラップバンバン発動されたら周りきついと思うよね。ちなみにエクストラデッキからモンスター特殊ができなくて、なんか効果無効みたいなとこあるんで、まあ連撃の帝王を発動しましょう。連撃の帝王の効果、モンスター1体をリリースし、アドバンス召喚、あらあらのインフェルノクイーンサーモン一応ハーフにスケアね、ハーフにスケアで帝王の海岸効果で持ってくる、はい、ハーフにすれば一応モンスター効果直接支援しないと出てこなかったと思うんで、まあ、エレボス持ってきて、で、イフェンドクイーンサーモンで、鮭出して無限に鮭出てくる何このデッキちょっと強いでしょ。でも動きどう、新帝王領域効果エレボスで、エレボス出す、鮭これ下げる必要ねえな、間違えた、また、まあいいや。でこうして、でチェーン1エールボス、チェーンに海岸、アイテール持ってくる、はい、ゲーで一応相手のハンデスして、アイテール持ってきながらハンデス、マジでジェノサイドキングサーモンなんで残してるかっていうとね、あの切り裂かれし闇っていうカード一応入ってるからそれを行きたかったんだけどそれ行きなかったっすね。まあいいや、割となんかやってる動きはなんか強そうな動きなことが分かっていただけたでしょうか。対戦ありがとうございました。はい、高校は完全にステラ、鮭亭デッキでした。このデッキ高校取ったら何すんのこれ、エレボスでバウンス、なんかそんな感じの動きすんのかな、まあ、とりあえずイデア召喚しかねえかな、これイデア召喚、イデア召喚効果発動、いやこれ止められたら終わり、このデッキうららとかも普通に踏むからねでエイドス効果なんかあるんだよな、あウサギか、なるほど、この環境でウサギ入ってんのおもろいな、何意識してんだ、なんかティアラメンツ何もそうなんねえからウサギとかいうカードを入れてる人なかなか珍しいですけどね。まあ一応効果有効なので召喚権1回増えてるんで、まあ、アイテールは出せますと。で1回対象取らなくしてアイテールアドバンスふいトゥンアイテールアドバンス召喚成功し効果発動、自分の、デッキから、帝王魔法トラップカードを2枚墓地に送ることにより最強のモンスターをデッキからリクルートすることができる、現れろインフェルノクイーンサーモンこの動きちょっと強そうでしょ何この動きみたいなね。ちなみに一応ですね、これエクシーズとか5レベあランク5とか入れとくとランク5とか普通にできますし、リンクス召喚とかもまあ一応できなくないと思うんですけど、ただそうするとね、新帝王領域とかなんだっけ、あれ、妖撃とかあの辺の効果がエクストラデッキがない時じゃないとね打てないんですよね、打てないっていうか適用できないんですよね。だからエクストラデッキが特殊ができないとかそういう制約をかけたくて相手に、だからもうほんと鮭はね出てくるだけでします。はい、もちろんランキングとかもできますけどね、鮭は本当に出てくるだけケラス、ケラス、はい、ジェットか、これはスマッシュアズ持ってこられるとやばいので妖撃の方に向かいしましょう。アドバンス召喚にせ、しているモンスター以外の、モンスターが無効になっています。はい、で一応エクストラが出てこないので、ギガンティックスプライトとかも出てきません、これは。はい、残念だからねまあこれがしたいからエクストラ的ゼロ番にしてるんですわ。はい、でインフェルノクイーンサーモン来ちゃった、インフェルノクイーンサーモン来ちゃった。で酩酊重機エイドスの効果を発動、このカードをゲームから除外することにより自分の墓地の天帝、重機イデアを特殊召喚、特殊召喚成功時効果発動、デッキからまたエイドスを、またなんかあるな、そんなウサギ入れる、そんなウサギ入れる、
まあ、でも刺さんないけどね今。ティアラメンツとか破壊したら頭おかしいことあるけど、いつの時代のデッキ使ってるのそれで。なんかでも俺のデッキも刺さってないしね、なんならこれなんか相手行かれちゃったな俺多分。なんかどっからのかどこの環境からやってきたんだやつは。で阪神の帝王の効果発動ね、震源の帝王を墓地に送ってカードを2枚ドロー。おっと海岸も来てしまった、これはまずいんじゃないか。そしてアドバンス召喚だ、モンスター一体をリリース。あらあれよイメロンクリスサーモン強くねこのデッキ強くねこのデッキ。鮭出てきすぎて草。あ、間違えた。これ阪神だと思った。ちょ、阪神じゃねえ、深淵だと思った。ちょ、見た目似てんだよこの2枚、バッドフェイズ。はい、ちなみになんか打点が上がるっていう効果も一応あるぜ。新帝王領域にはアドバンス召喚したモンスターの行ったか俺行った。シャケビーム、シャケビーム、このデッキ最強っていうことでよろしいでしょうか。あーなかなかに、なかなかに5、いや5って言っちゃったなかなかにゴミみたいなハンドだと言おうとしてて意外とそうなんだけど、これ通ったらいけるわ。通ったらそうでもない。これは強いまであった、ごめん嘘でした。なんかこれ僕今回帝王ミカドデッキ初めて触ってるんですけど、このデッキ面白いっすね。なんかいろいろと、あと展開楽だしエクストラ使わないし、なんか初心者の人にはめっちゃおすすめなテーマになってますねこれね。弱っそんなことある、そんなバカな、弱すぎるだろ、何この反動。一応、無限法要とか、言われちゃうとちょっと天帝イデアが腐っちゃうので、これ一回こっちから行くことにしましょう。はい、でまあ本当だったらイデア全部効果通るんだったらイデア、エイドスって回していくのが一番強いんだけど、ちょっとね無限法要とか言われることあるんでね全然。でインフェルノクイーンサーモン発動で鮭デッキから呼んできてで阪神の帝王をゲームから除外して新帝王領域を3枚相手に自慢して、このカードの中から1枚の好きなやつを手札に加えていく。 OK、 そして新帝王領域を発動。新帝王領域がある場合、アドバンス召喚したモンスターが自分の場に存在する限り、相手はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚ができない。神無の煉獄、やばい、なんかそんな、何これ、無の煉獄、あれかな、エンデミオンかな。あいや、鮭は破壊された場合の効果があるぞ。鮭の効果発動、インフルノクイーンサーモンの効果発動、破壊されると卵をいっぱい産みますだからうんこみてえな効果、卵をいっぱい産むぜ。うおーヘルポーンサーモントークン特殊召喚何その効果っていうね残念ながらワンキルは取らせないという鉄の意志。やばい、なんかめっちゃデッキ回してる。何このデッキ、戦闘機とかですかね。魔法カードめっちゃ溜めてますね。あー卵がー、うわあんなこのゴミデッキバトル、どういうこと、わあ！ジェイ！ああ！クソデッキだった。ゴミカスデッキじゃねえか！おいカイマン！ふざけんなカイマン！クソだ。あ、でも最後演出見れるわ。ちょ見てこの演出。演出見て。ほら見ろ、バーストストリームかっけえ、これなんか逆に負けてよかったと思えるのすごいね。